はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日はチョコレートの健康効果について最近出てきた論文と合わせて紹介したいんですけども、やっぱりチョコレートっていうと甘いお菓子の代表格でダイエットの大敵のように思われがちなんですけども、ここ数年ではハイカカオチョコレートなんかも一時期ブームになりまして、チョコレート自体には健康効果がすごくあるものだっていうことが、知られてきているんですよね。で、そして特に高血圧に悩まれている方にとっては、チョコレートが血管の健康を保つ効果というのがいろんな研究によって分かってきているんですよね。ということはダイエットにも、僕はダイエットっていうのは9割は血流と腸活だと思っているので、血管の健康を保って血流を良くするという意味でも、ダイエット中の おやつとしてもチョコレートは役立つものだと思うんですね。ですからこのチョコレートの健康効果とか、あとは食べ過ぎにならないような食べ方なんかも簡単に解説していきたいと思います。はい、ダークチョコレートは心血管リスクを減らすという最近出てきた論文なんですけども、これイギリスのバイオバンクの心血管疾患の症例6万5000例を、分析したところ、ダークチョコレートの摂取は本体性高血圧症のリスク低減と優位に関連したとあるんですね。本体性高血圧って何かっていうと、簡単に言うと他の病気が原因ではない高血圧のことをですね、例えばホルモン系の病気とか、腎臓の病気とか、明らかに他の病気があってその病気に付随して血圧が上がってしまうことを二次性高血圧というんですけども、そうではなくて、例えば長年の生活習慣とか、肥満があったりして血圧が高いですねと言われてしまうような、明確に他の病気がないような高血圧症のことを本体性高血圧と言いまして、ですから日本で高血圧ですねって言われる方の8割から9割ぐらいは本体性高血圧なんですけども、このリスク低減とチョコレート、ダークチョコレートですね、砂糖を使ってないチョコレートの摂取量が優位に関連しているということで、チョコレートっていうのはカカオから作られますけども、カカオっていうのはもともとポリフェノールが非常に多い植物なんですよね。昔は薬草として使われていたみたいなんですけども、そのカカオの成分を濃縮して作ったものがチョコレートですから、これを食べてるってことは抗酸化作用とか、抗炎症作用の恩恵を受けられるっていうことは間違いないわけですよね。で、特にこのカカオのポリフェノールは、血管の健康を保つのに役立つということが非常に分かっているわけですね。そしてこれはちょっと前の論文になるんですけども、ブリティッシュメディカルジャーナルという非常に有名な医学雑誌に掲載された論文で、チョコレートを多く摂取している人は、摂取していない人に比べて、心血管疾患のリスクは 37% 低下すると。脳卒中のリスクは29% 低下するということで、しかもチョコレートを食べる量が週 50g 増えるごとに 14% の脳卒中リスク低下が認められたということなんですね。ですからこういった面でも血管の健康を保つ上でチョコレートは非常にいいということがわかるわけですね。ただし食べ過ぎなければっていうことですね。やっぱり砂糖がたっぷり使われているような甘いチョコレートっていうのは、血管の健康を保つポリフェノールが多い以上にやっぱり砂糖が多すぎてカロリーが高いというデメリットの方がはるかに上回るんですね。で、しかもこの研究で書いてる著者の先生も言ってる通り、チョコレートに血管の健康を保つメリットがあると言っても、そういうのメリット以上に普段の食生活を気をつけたり、運動不足にならないように体を動かすことのメリットの方がはるかに大きいので、まずはそっちを頑張って、それに付随してチョコレートもプラスするような食べ方が良いと。チョコレートばっかり食べてるような食生活は明らかに健康に悪いということは、覚えておかなきゃいけないところなんですよね。で、そして、じゃあ、どういうふうに食べていけばいいのかっていうことなんですけども、厚労省が食事バランスガイドっていうものを出してまして、これによると、チョコレートみたいなお菓子、嗜好品からの摂取カロリーは、1日200キロカロリーまでに抑えましょうと言われているわけですね。
もちろん体格にもよるんですけども、まあ、どんなに多くても200キロカロリーぐらいまでがお菓子の限界だなっていうのは思いますよね。で、これはどのぐらいかというと、まあ、一般的な板チョコありますよね。いろんなメーカーから出てる板チョコって、まあ、もちろんミルクチョコレートとかホワイトチョコレートとかによって変わってくるんですけども、だいたい50グラムの板チョコ1枚で280キロカロリーくらいあるんですね。まあ、だから1枚を1日で食べちゃったらもう完全にオーバーっていうことですね。で、まあ、よく売られているようなハイカカオのチョコレートで、まあ、明治のチョコレート効果っていうのが一番よく見ると思うんですけども、まあ、あれだと1枚あたりで28キロカロリーあるんですね。まあ、だから最大で7枚までなんですけども、まあ、7枚で最大なんですけど、それでもちょっと多いと思うので、まあ、1日5枚までぐらいがせいぜいいいところなんじゃないかなと思いますね。で、ハイカカオチョコレートって結構いろんなメーカーが出してて、まあ、ネット通販なんかでも探すと、大容量ですごいお買い得な商品とかもあるんですけども、まあ、特にナッツとか、クランチとかが入ってて、クランチみたいに結構食べやすい、チョコレート効果って、カカオの苦味が、ダイレクトに感じられちゃって、それが嫌だっていう方もいるんですけども、まあ、結構サクサク感がプラスされているようなのだと、意外と甘みが少なくても食べやすいんですね。で、しかも、そのサクサク感も小麦ふすまとかを使って、食物繊維をかなりプラスしているような商品もあるんですね。まあ、そういうのだと、ポリフェノールだけじゃなくて食物繊維まで一緒に取れるし、まあ、食物繊維が多ければ、まあ、血糖値の急上昇というのも防げますので、まあ、そういった商品が非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあ、概要欄におすすめとか貼っときますので、まあ、ぜひ参考にしていただければと思うんですけども、まあ、そして食べるタイミングについては、まあ、空腹時に小腹を満たすっていうことも確かにありではあるんですけども、まあ、やっぱりデザート類はですね、食後に食べるっていうのが一番影響が少ないんですね。まあ、食事をした後にはもう胃の中にすでに食べ物が入ってますから、食事で取った食べ物と胃の中で混ぜちゃうことによって、まあ、お菓子にありがちな血糖値の急上昇みたいなことを防ぐことができるわけですね。それでまあ食事を取った後に甘みを取ることによって、まあ、精神的な満足感っていうのもありますし、どうしても甘いものが食べたい時にはそういうタイミングで取るというのが一番いいんじゃないかなと思いますね。まあ、さっき言った食物繊維がたっぷり入っているようなチョコレートであれば、まあ、空腹時の小腹満たしとしてもまあまあいいかなとは思いますね。まあ、こういった形でチョコレートっていうのは実はダイエットの大敵にもなり得ますけども、うまく取り入れていけば、まあ、ダイエットにも健康管理、特に高血圧があるような方にとってはうまく取り入れられるものじゃないかなと思いますね。今日の動画役に立ったよっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。